来るという感じで、okay. 行きます。じゃあやっていきましょう。はい。
ポニー。ちょっと待って、タイトルからわかんないよ。ねえ、もうダメだこれ。ランキングからはむずいよ。じゃあ、あの先行後攻を決めたいので、代表者その場でじゃんけんしてください。じゃあ、俺でいい？え、ないです。あの、チョキでいきます。じゃあ、いや、グー出すわ。負ければいいってことですよね。その心理戦分かってる？え、分かってる。自分がグー出すわって言って、うん、あっちが何出すと思ってるの？普通さ、そういうのやるじゃん。グー出すねって、あっち何出すか、次何出そうとかあるけど、多分そんなの考えてないから。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。いやー、グー出すって言ってチョキ出して、ね、おっぱい撫でないで。じゃあ先行ここ、歌うか叩くか。うわ、どっちがいいか。今どっちの気分？イライラしてる。はい。イライラする。イライラするで決めるんだ。じゃあ叩きます。うわー、ぐらいいけ。いや、嫌だろ。いいけ。嫌だろ。はい、というわけで、まあこちらから先にやるんです、歌うんですけれども、歌う曲をあさみあっちゃんペアに決めていただきたいと思います。エアちゃん結構歌知らないので。知らないです。なんかイメージにないやつ、エアちゃんの。それで言うと、ほぼほぼ。普段どういうの聞かれるんですか？最近はラップ聞いてるんですよ。ヒップホップですか？どんな？え、めっちゃいろいろ探して、いろいろ聞いて。じゃあ最近ハマってるラップちょっとやってもらって。ラップはできません。でもちょっと歌ってほしいやつで言ったら、あ、リクエストあります。これ。あ、難しい。え、難しい。え、でも知ってはいるはず。聞いたことは絶対ある。曲自体は知ってると思います。じゃあそっち叩く人組ね。じゃああっちゃんで。俺。あ、俺でいいの？合法的にエアのケツ叩けるから。じゃあ入れてもらって。え、では曲入れます。はい、願いします。ピンポン。うわー、あ、これはエア知ってるよ。大丈夫大丈夫。それではエアさんで、オド。え、エア頑張れよ。俺も分かってないから。エア頑張ります。あ、始まってますよ。あ、もっといいよ、もっと強く言っていいよ。いた、待て、全然分かんない。始まってない。もう始まってる。ちょっと待って待って待って、お前やばい。ちょ、そう、パンパンで。あ、こっから、こっから、こっから。ちょっと待って、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 これは分かんない。せめてちょっと分かるみたい。知ってるかなって思ったんだけど。むずい、むずい、むずい。違う、ちょっとリベンジしよう。違う曲でリベンジしよう。さすがにこれは。もうずっと後ろであっちゃんがリズムよく叩いてるだけだったから今の。俺は知ってるだろうなっていうやつですね。多分これは絶対知ってる。これにします。これウランは。あ、はいはいはい。うちの持ち曲だよね。これは私が歌うべきな曲かもしれない。絶対知ってる。うちあれで歌ったしね、番組とかでもね。それではマリーゴールド、これ歌えるよ。もうアイミオンになりきって歌う。いや、ね、ちょっと歌える自信はある。風の強さがちょうど心を揺さぶりすぎて、真面目に自信持ってる。だって君が恋しい。いいよ、でぐり返しの日々、かわいそうな君を見て。あ、ちょっともっと強く言うよ。振り返っちゃう。みうそ。違う違う。抱きの、ああ目の前でずっときらめいて。ありがとうございます。
ってるより、うん、もう間違ってもいいから堂々と歌ってる方がいい。あっちが、あっちが次歌うから、うん、歌う曲を決める。あ、先に歌う人決めます。はい、どっちが歌う、どっちがいい、今歌いたい気分。はい、あ、じゃあ、行ってみよう。まあでも、あの人結構歌知ってんのよ。これは、あ、それいいかもしれない。待って、あね、あさみちゃんね、すごいの、歌詞覚えが。そう、だからこれめっちゃ結構得意な気がすんだよね。でもここら辺は知らない。多分知らない。あさみちゃんは好きな歌は、でも私はバンド系聞きます。あ、だよね、ま、あ、バンド系ね。あ、バンド系か、うん、これにする、これにしようか。予約します。あ、怖い、裏に戦えるんだけど。それでは、ヴァンパイアでどうぞ。スポーツじゃないですか。始まってるよ。え、待って待って待って、え、始まってる、始まってる、待って、わかんない、わかんない。私、ヴァンパイア。お前、歌ってるじゃん。まだまだ。せーの。フラーナテン。何言ってんの、お前。私たちの、そうだよね、選ぶ話。あ、これは知ってるかな。これは知ってそうだね。でもうちも意外と流行りの曲に疎いんだよな。夏メロとかならいける。夏メロ、そう、ストップ。おお、おお、あ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 、怖い。頑張れよ。いけるいける、うちなら。え、あっちゃんから、はい、曲名、レモンです。レモン、いや、いけるよ。いけるけど、始まりますよ。ちゃんと最初聴いてた方がいいよ。せーの。夢ならどれを読むよ。いまだにあなた、おー、いいよいいよいいよ。夢に見る、うわっ、いいじゃない。さて、よりた思い出の埃を払う。あ、いいじゃない。順調です。戻らない幸せがいいですか、はい、苦いんですよ、レモンは。甘いレモン。味変しちゃってますね。やめてもらっていいですか。間違えちゃった、オレンジと間違えちゃって、間違えちゃった。あさみちゃんあんま痛くないんだよ。でもね、あさみちゃん、あんまいっき打つとこが悪い。もうフルパワー、フルスイング。おお。お疲れ。お疲れ。でも歌えてたよ。意外と生きてたでしょ。うん、ばあちゃんの次、俺も歌うのか。いよいよあっちゃん来たよ。さっきね、シンデレラボーイを歌ってたの。うわえ、
いや、この音好き。オープニングでめっちゃ自信あるって言ってたけど全然上手くないんだよな。いつもな、どういう曲聴いてるの？え、僕もヒップホップ聴いてます。え、そうなの？はい、あっちゃんは返す返す返す、それで返す、それで返すかな。でもさすがにわかるか、これは。うん、え、アニメ好き？好きじゃないとき見ないですよ。ダメダメダメ。でも多分これは誰かが好きって言ってた。ゆうたかな。なんか周りが聴いてる曲は分かりそうじゃない？これ歌えなかったら気まずいよじゃあ歌えなかったら気まずい曲入れていい？あー、そうですね。うわ、ちょっと分かったか。え、嘘。あ、歌えなかったら気まずい曲で分かった。ちょっと分かった。さっきそれ入れようとしたもん。あ、じゃあこれちょっと当てにしようか。じゃあこれにします。それではあっちゃんで、あ、もう打ち込むグリーンの奇跡。おお、ありがとうございます。え、本当に？ありがとうございます。マジ大好きなんですよ。何回聴いてるか分かんないんですよ。好きな曲に限って、はい、意外とね。そうそうそう、僕の足お高いんで叩けませんよ。叩く気満々でいこうや。足音程が見つかんない。明日今日よりも好きになれる溢れる想いが止まらない。今もこんなに好きでいるのに言葉にできない。君のくれた日々が積み重なり過ぎ去った日々、二人歩いた奇跡、僕らの未来けど、なんか一回あったよね。僕らの未来いいかもしれない。結構けました。え、うん、違う違う、あってたのに。なんかね、ね、なんか叩かれてたよね。あ、なんかちょっと変に聞こえちゃった。みんな、え、え、今間違ったんじゃん。マジごめん、全然いいです。でも幸せ初めて食べたの奇跡です。うまい。では2周目に参りましょう。別にこれ同じ人が歌ってもいいからね。ああ、なるほどね。あ、そう。で次は曲を決められてから歌う人決めようか。あ、あ、そうしよう。それだったらいいわ。え、どうしようね。次さ、あっちゃんボコボコにしたくない？ここら辺とかの。え、歌えそうじゃない？え、歌えるかな。これでいいんじゃない？知ってんのかな。ウラン知ってそうだな。あ、ウラン結構昔の人だから。おいおい、昔の人。え、どういうこと？年代変わんないんだけど。決まりました。はい、曲名シンデレラボーイで。今うち行けない上、うち行けない上。え、どっち行く？どっちもいいよ。行ける？最初なの。いや、心じゃない。お前系も。どうする？ん？じゃあうち今歌ってたじゃん。結構なんか隣で今歌ってるんですけど、自分なりに歌ってて、それもそれで面白いな。まあそれでいいんじゃないですか。別にあの、あれね、バカにしてるとかじゃない。ただ分かんないけど、音が出てくるのがそれなの。でもすごいなんかポジティブすぎる。じゃあ次反対しようか。あっちゃんがハリセンで。もうあっちゃんめっちゃはたいちゃっていい。そうですよ。あの、会っててもはたいちゃっていい。嘘だ、会っててもいい。会っててもいい。はい、普通聞きたい。どこから入る？始まりやすい。はい、せーの。頭じゃ分かってるけど心じゃ分かんない。体は心配なのね。分かんない。分かんない。分かんないよ。クリア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 。死ん
完璧完璧にしたね。はあ、次こっちか。そうだよ。え、これいけるかな。いいことあるじゃない、さすがに。どっちが歌うか分かんないから、これ以上。でもハリーさん、本当に歌がりだぞ、それ。じゃあ、決めました。決めました。はい。お二人に歌っていただくのは、はい、夜にかける。うわ、分かんない。分かる？分かんない。歌い始まったら多分出てくるんじゃないかなっていう。うわー、これ自信ないな。じゃあちなみに2人一緒に歌うっていうのはありですか？あ、全然。共同作業で。じゃあ共同でいきましょう。で、一番大変なのは叩く方ですから。そうです。でちょっとこれは自信がない。やばい、全然わかんない。いや、全然わからん。はい、ちょっと、はい、始まるよ、せーの。沈むように溶けてゆくまで。あ、デュエットだから、ユニットだと思って。え、なんか余計なの入ってる。それでは歌っていただく曲、小さな恋の歌。あーね、知らないの？え、知らない？ちょっと怪しいよね。さっきからすごい音が低いのばっかりで声出ないかもしれない。キー上げる？あ、キー上げれるんだ。2上げぐらい。じゃあ、あっちゃん最初分かる。あ、俺？最初行こう。じゃあ、A が歌って分からんそうになったらうち行こう。じゃあ、いきます。あ、分かんない、やっぱ最初歌って。え、なんで？の数ある日あてあて青い地球の広い世界で小さな恋の思いは届く。小さな島のあなたのもとへ、あなたと出会い時は流れる。思いを込めた手紙も増える。いつしか二人互いに時に優しく時に切なく響く。遥か彼方へ
優しい歌、世界を変える、ほらあなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの、ただあなたにとって届いてほしい、ちょいちょいね、ちょいちょい間違ってた、ね、結構気分良かったんで、ちょっと間違えた、あっちゃん優しいからさ、うん、なんか、うん、あ、何も感じなかった本当にマジで、あの、あっちゃんはあのこれ何もやってない、肉厚だじゃん、全力で一回あっちゃんに試してもらう、食らいたいです、うん、いきます、せーの、あお、なるほどこれくらい叩かないと、はい、ちょっと優しいすぎた、あっちゃんはもうこんななのよ、優しすぎて、一回じゃあ裏で練習してみる、練習大丈夫ですか、あ、全然全然全然、本当にいいですか、大丈夫大丈夫、いきますよ、あっちゃんいや、おいおいおい、そうそうそう、今ぐらいですか、君、なかなかいいよじゃあ、私たちあの濁点禁止っていうのが好きなんですよ、はい、丸と×ですよね、うん、そう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 、丸と×、丸と点々、丸と点です、そうとか言っちゃったし、いやもうすごい全然聞いてなかったそう、丸と点々がつかないように歌ってください、はい、え、これ見ていいんですよね、うん、絶対間違いないです、本当に結構むずいよ、これ、え、こっちからやる、歌う、うん、うん、OK、大好きだったら大好きって言う、うん、なるほどね、あ、そういうことね、あ、でもこれでいく、あ、そうするじゃん、これにしようよ、一回じゃあ歌ったやつでもあり、あ、はい、じゃあこれで決まりました、二人で、曲はヴァンパイアです、知ってます、俺知ってますよ、俺知ってますよならよかった、じゃあこれでいきます、はい、楽天気ですか、え、先行く、俺先行く、 あ、じゃあ、あの、一枚ずつでもいいし、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、濁点禁止しない、普通にカラオケしちゃダメよ、咲いて最後ずっと息してる、甘くなる不安の甲冑、してもいらない竹、うるさい竹、誰かと入れた、それは腹減った、上達と手地も手が逆らえない、離れていても感じてる絵も、じゃあ果て端かめから冷える顔、いいもん、悲しいもん、切ないもん、君の笛を振らうわけでいこう、私ハンハイアン、イノスちゃっていいの、電車で嫌な感じ、泣いて忘れたら吐き出まして、なんや、あ、今日は暗かいまで、はい、いけるよ、あたしファンファイア、まずはこっちを見て、ちょ、あっちゃんさ、あの、ハリロヘホになっちゃうの、ヴァンパイアもファンファイアファンファイア、そう、ファンファイアになってる、もう一回見てこれ、チェンジチェンジ、チェンジチェンジ、濁点難しいね、濁点むずいな、だ結構アップテンポの曲の方が間違いやすいね、これは確かに、やったことあるけど、どうせできない、うん、これにしよう、どうせできないよ、難しかったんで今やってみて、どうせできないから、はい、同じ運命に合うかな、じゃあいきます、曲高嶺の花子さんで、おー、はい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 、お前もだチーチーピーに言った、あれだ、おそろー
しい人だ。ちちんぴちんぴちんぴ君を惚れさせる黒魔術は知らないし、うん、海に誘う勇気も来る前ない、はいはい、もう見たい隣いて目覚めておはようと笑う君を会いたいんタイマスクその過去から飛び出してきてくれないか夏の魔物に連れ去られ準備やまったですね、ちょっと。さすがにそれはないから。審議ですよ、そこだけ。知審費。知審費か。知審費。ごめんなさい。めちゃめちゃいいキャットでしたね。ちょっとあっちゃんソロのあれ濁点禁止みたいか。もう余裕ですよ。一回学んだんで。これでいこう。決まりました。はい。それでは、残酷な天使のテーゼ。おぉ。うわぁ。これは分かります。あ、行かなきゃ。ウランが行ったからね。残酷な天使のように少年よ神話になれ。私だけを畳み詰めて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、いざいけない瞳だけど、いつか気づくペポをこの背中にはハルカ未来目指すための羽があること、残酷な天使の手で真ん中からやがて飛び出す、ほっと走る熱いパンとすって思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話に。でもポトパシは言ってない。悔しい。ウラが全然ちゃんとどうした。くそ。じゃあもうさ最後にさ、もう普通にみんなで大合唱して終わるね。何が4人。4人でフルでなんか歌えるやつ。歌を。何がいい？でも歌詞見ていいんですもんね。歌詞見ていい。余裕じゃないですかじゃあ。未来地図未来地図。あ、オッケー。じゃあ最後は4人で。未来地図合唱で終わりましょう。はい、ということで本日は私たちのカラオケ聴いていただきありがとうございました。あちゃんも楽しんでいただけましたか？楽しみました。よかった。じゃあ全部濁点つけようか。最後はみんなで未来地図を歌って終わりたいと思います。イエーイ。君の番してる風の日も雨の日もああずっとそばに。ただのカラオケ。で近い金曜日口を聞かない土曜日、曖昧になってくる理由どうせ一応ごめんなさいは一緒に口にしてる。誰かが言っていた、いいよ。愛はそう夏のが遅いらしい、もう一回。愛してる聞こえてる君の番、愛してる雨の日もかっこいい。愛しの忘れないように螺旋階段の夕焼け広く
ても狭くなってもずっとそばにいる君。壊れかけたもん。火のついた壁紙。手作り重なった願望。どこを切り取っても思い出が蘇る。新居が楽しみだね。誰かが言っていた。幸福とは人を愛すること。ねえねえ約束しよう。永遠に愛してる。聞こえてる君の番。愛してる。やめる日も健やかな日も人は愛しましょう。いや、だからやっぱうちら見る側かなって思って、なんでなんか途中で気づいた。あ、気づいた。うんうんうん。まあうちらここデートしてるし合ってるなと思って、はい、あ、本当。ユニット組みます。あ、組む。いや、組まない。なんで。え、あそこ断るね。はい、というわけで本日は歌詞を間違えたら即ハリセン曲やってみました。イエーイ。いかがでしたか。難しかったですね。ね、はい、でもあっちゃん意外と歌えてたんだよ。ね、わかる。あ、濁点禁止の方が可愛かった。確かに。難しすぎましたね。なんかせとか言って。え、一人ってやっぱ不安。めちゃくちゃ不安ですよ。不安なんだ。不意じゃないですもん。緊張してた。緊張しましたよ。いやでもやっぱり優しいオーラがあるから。わかる、うん、やっぱちょっともうちょっと思いっきり言ってほしかったなっていうのがあったよね。そうですよね。いいんだよ全然来ちゃって。いいんすか、うん、プライベートでバシバシって言って。あ、プライベートで。で、カメラ切ったらバシバシ。カメラ切った方がもしかしたらやれるかもしれない。でもカメラ切っちゃったらエアが今度は人見知りになっちゃう。うわー、やりづれーって。カメラ切ったらエア携帯いじりになっちゃうから。マジで態度悪い人だった携帯いじるのは。というわけで今回はあきちゃんをね、うん、していただいてあの企画撮らせていただいたんですけれども、ね、あのちょっと私たちもカラオケ企画あんまりやんなかったから、ね、やっぱちょっと遊ぶ系をね、うん、やりたいなと思ったから、次はちょっとなんかスイッチとかやりたい。やりたいです。ゲームね。あのマリパで対戦の方とかもいいかなと思って、うん、これでやってましたもんね。そう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 、はい、でまたあの企画やるのかな、貸し出し企画とかね。今後違うメンバーもやっていくってこと。あ、そうです、順番にやる。結構つめつめなスケジュールでやってると思うから、そうですね、引き続きあと何本も多分あると思うので頑張ってください、はい、頑張ってね、あっちゃん。またあとグループでもね、コラボできるように。そうだね、私たちも頑張りますので、はい、あのよろしくお伝えください。もちろんです。メンバーさんによろしくお伝えください。ということで、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あっちゃん、ありがとう。あっちゃん、はいはい。あっちゃん、コラボしてくれてありがとう。またシンデレラボーイ歌ってね。